チュース。ピースオブケークの翔太です。さっさんです。本日も最後までよろしくお願いします。タイトルの方にも書いてありますけど、本日はちょっとご報告をねさせていただこうかと。まあ今まで1年近く動画を撮ってきてるじゃないですか。その中で皆さんに言ってきてなかったことだったりとか、まあ今後のことだったりとか、いろいろありますので、まあちょっとね久々に真面目にトークをしつつご報告をさせていただければなと。まあ動画撮り始めて1年って言いましたけども、まだ1年経ってないんですけど、撮り始めた当初に比べるとコロナの感染者って異常に増えてるじゃないですか。そうですよね、うん、今がピークですね。で自分たちが撮り始めた時も第2波ぐらいの時から撮り始めて、その後第3波ないよどんどん増えていってる状況の中で、普通に考えたらそんな中で動画を撮ってて大丈夫なのか、まあ、それこそこの空間こそ密じゃないかと思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、今回ね何をお話しするかっていうと、まあピースオブケークが動画を撮り始めてこんだけの対策をしてちゃんと撮ってんですよというの、あとこんなルールを決めてピースオブケークとして活動してるんですよと今日はご紹介させていただこうかと思っております。まあね真面目な話なんでオープニングもなしでこのままつるっといっちゃいますけど。あーつるっと、うん、はい。この撮影部屋に来た時2人ともまず必ず手は洗ってうがいはして、あと消毒液あるものを使って、うん、まあ基本的なその辺をやっていたりとかで、あと撮影に入る前にこちらのね体温計を使って体温測定は毎回やってます。でなんか熱があるなとかそういう状況の時は撮影中止してたりとか。そうですね、うん、であとここ最近言われてるあの血中酸素濃度、はい、あれとかも調べた方がいいっていう状況だったりも言われてるので、まあここ数ヶ月ぐらい前からこういうやつ指ここに入れてはあの測るやつ、パルスオキシメーターです、うん、でこれは毎回来て計測してこれ以下になったらやばいとかって言われてる数値あるじゃないですか。それ以下の時は様子を見つつこちらも合わせてね今日撮影するしないっていうのやったりもしてるので、調べられるとこはまず調べていく感じ であとね月に一遍こういう簡易キットなんですけど PCR 検査、唾液のこれ使って最近の唾液のやつ使ってやってますけど PCR 検査をして異常がないか、まあ基本的に外ロケものとか最近控えてはいるので。そうですね、うん、まあこういうの使ったりして日々日頃はやっております。ピースオブケーキで、あと、マンスリーとかで車に乗って遠出するとかっていう時とかは基本的に動画撮ってます。その時はマスク外してますけども、だいたい5分10分くらい回したら1回止めて、雨が降ってようが窓開けて走行してちょっと換気をしつつで、そこの時はもうマスクしてて、もう車内の中ではもうそういう状況で換気して、撮ってない時はマスクしてみたいな。車の中は密状態になってしまうので、はい、一応そんなことを、ね、やったりはしております。であとまあピスケのルールとしては、なんでね一番そんなコロナにねかかっちゃいけないかっていうとこ考えた時に、どっちかがかかった時に相方にも迷惑かかってしまうし、そうすると相方の職場とか仕事関係とかにも迷惑かかってしまうことを考えると、まあその辺はきちんと守っていかなければ。しかもね、なんか自分本位な考えで20人30人とか集まってそういうとこに行っちゃって、楽しいから行っちゃえって言って行って盛り上がった結果なんかそういうのに感染してとかっていうと、結局医療従事者の人とかそういう第三者にまで迷惑をかけてしまう、うんうん、それこそね動画も出せなくなってしまったりとか、ね、毎日楽しみに見てくださっている方もいらっしゃると思うので、そういう方を裏切ってしまいたくないっていう部分もあるし、それなので一応ピスケ内のルールとしては4人以上、まあマックス4人、それ以上集まるようなとこにはまあ食事とか誘われてもまあ断ったりとか、例えばこのコロナがあと200年300年続いて生きてる間ずっとコロナと共に生きていかなきゃいけないですよって状況だったら、誘われてもまあ1回くらいいいかなって思うかもしれないけども、今感染リスクがまだ高い状況で、まあ1年2年経ってますけども、コロナが流行り始めて、まあ何年続くか分かんないですけど一生続くもんではないと思うし、うん、それを考えた時に今ここで無茶して遊んでしまったりとかすることより守るべきものがあるんではないかと。まあねこうやって YouTube という動画の中で顔を出して
活動させてもらって、やっぱりね、なんか遊んで観戦しましたとかさ、やっぱり見てもらう人に、あ、なんだそういうとこもちゃんとできないんだみたいにさ思われてしまうと、ただなんだろう、友達同士楽しく、あの、思い出が撮れたから投稿してみんな見てっていうような動画ではないので、やっぱ将来に向かって頑張るための場所として日々活動をしてはいるので、まあ本当に4人以上集まるようなとこは断らせていただいたりとか、まあそういうのをちょっとお誘いとかねあったとしてもお断りはさせていただいたりとか、まあね、一応そういうので守っていくべきところはルール的にはね、それこそ何、味覚障害とかになったらさ、動画撮って翔太がうまちってやっててもさ、見てる人がさ、そうですね、翔太の味覚障害なのにうまちもクソもないよねって話になるじゃん、お前嘘やろってなるんですよ、それこそね、なんか食べてる時に、ああ味覚障害なんて分かんないですよ、見てる人切なくなるじゃんだから味覚障害になったらうまちを認識しないといけない、だから味覚障害にならないようにすればいいんですよ、はい、そうですね、はい、だからね、こんだけ対策を取っててもかかることはあると思うんです、まあ、あのデルタ株とかさ、そうですね、感染がさしやすいとか言われてるじゃん、初期のに比べると 2,3 倍感染しやすいとかさ言われてるからね、アメリカとかだってエスカレーターですれ違った人で感染したとかっていう事例もあるみたいだから、感染力高いって言いますもんね、うん、だから基本的には行く企画とかっていう時はもう極力ピークだろうと思われる時間を外していったりとかしていってはいるので、まあ予防しても100かかんないっていうわけではないし、でも僕らはね、ある程度できるとこまではやらないといけないと思ってるし、だから感染リスクを極力取りながら、そうですね、活動しましょうということで、動画撮り始めた時からそんなことはすっげえ真面目にやってるんです裏では裏ではすっげえ真面目にやってる見えない努力ですね、はい、こんな感じのピスケではございます、これからも応援していただければと思います。まあね、あとコメント欄とかにもね、コメント書いていただけると非常に励みになるんで、通りすがりで見ていただいてる方はよかったらチャンネル登録してみてください、お願いします、はい、まあこれからも頑張っていきますんで、はい、はい、何卒ピースオブ傾向よろしくお願いします。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。次回の動画もぜひご覧ください。はい、それではせーの、チャオ。今回も見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。いいねやコメントもらえたら嬉しいです。今回の各種情報に関しては下の説明欄に書いてありますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。それではせーの、チャオ。